を歌い上げました。伊太郎三度笠というんですね。実はあのまたたびといえば、東京代々木上原、ここからは一本で小田急線行けると思うんですけれども、そちらでまたたびライブ、またたびだけを歌ったライブというのをやっているんです。同じ事務所の青井彦太さんと一緒にですね、またたび演歌で旅をするというとってもユニークな企画なんですけれども、そちらもですねぜひ足を運んでいただきたいなと思いますし、また同じ日に僕自身生の寮の単独ライブもありますので、ぜひ来ていただきたいと思います。日付は近いところで8月の9日になります。ぜひちょっと覚えていただいて足を運んでいただけたら、大変嬉しく思います。いろいろ歌って喋ってきましたけれども、それでは、伊太郎三度笠、そして、最後になりましたけれども、弁天小僧菊之助、本当に天野亮としてこのセカンドシングルいただきまして十分気合いの入った曲でございます。全国に天野亮が、知っていただけるように頑張っていきたいと思いますが、今日も初めて天野亮をご覧になった方もたくさんいらっしゃると思うので、本当に覚えていただいて、いつかカラオケにまた入ると思いますので歌っていただきたいと思います。それでは伊太郎三度笠、聴いてください。